来週11月29日水曜日に横浜アリーナでモーニング娘。23コンサートツアー秋ネバーエンディング社員賞サンクチュアリ福村瑞希卒業スペシャルが行われます。今回はね、卒業へ向けて私からいくつか瑞希にお話を聞いていきたいと思います。モーニング娘。であり続けたことを今どう思ってますかって。いや、誇りに思ってますよ。私多分思ってる以上に、もうみんなが思ってる以上に自分はモーニング娘。のことが好きなんだなって思うのが、自分の未来のことよりも本当になんか純粋にモーニング娘。の未来のことしか考えてなかった。おー、なるほどね。そう、だからこそ多分この年代までいたんじゃないかなっていうふうに思いますし、なんだろうな、でもこう託すことも大事だなっていうことに気づけた自分もいたし、なんかそういうことに、なんだろうな、気づいていけるのがモーニング娘。というか、それこそいろんな世代の10代から20代までいるグループだからこそ、そうやって成長できるグループに入れたんだなっていうふうに思うと、すごい人間的に成長できたなって思うから、ここで培った気持ちとか成長できたことは忘れたくないし、しっかりなんか背負って今後も生きていきたいなって思いますね。確かにね、なんか先輩方も言うけど、モーニング娘。になったことには変わりなくて、モーニング娘。卒業した後もモーニング娘。の、もっとモーニング娘。のがつくから、そうそうそう、やっぱそれぐらいなんか辞めた後も頑張らなきゃいけないんだなっていうのはすごく感じるし、そのこの間ね、新垣さんと電話しとった時に、その新垣さんが福ちゃんは偉いってそう、なんか毎回テレビ番組とか出る時に、その事務所をたとえその退所したとしても全員に連絡をくれるのはすごいって言ってて、それはその福ちゃんから始まったことだから、なんかそれってやっぱそのなんていうの、終わっそこで終わりじゃなくて、やっぱ続けていかなきゃいけないことだなって、そうやって偉いと思ってくれとる人がおるならね、やけんなんかちょっと今後ね、誰がやるかわからないけど、まあそのね、この時には決まってるのかな、決まってたらあれですけど、なんかそ続けていかなきゃいけないものを作り出してきた人だと思ってるので、これからもね、頑張っていきたいなって個人的には思います、はい、私が大事にしてることはそれだけど、別にね、なんか人によって大事なことは違うから。そうだね。でもなんかやっぱ思うよ、なんかその先輩方がさ、そりゃ見れた方が嬉しいし、喜んでくださったら嬉しかったね。なんかあと先輩方にそう連絡した時に、誰々良かったの誰々に入りたいとか、そういう風に思えるのもやっぱ瑞希が連絡してくれるからだし、そうやって一人一人に連絡しようって自分だったらまず思わないなって思うから、なんか自分がその見てほしい時と、なんかちょっと今日ダメだったかもしれないと思う時のこの差って絶対にあるわけじゃん、今日はできた、今日はできないっていう時のこのコンディションがあったりとかもするお仕事だからこそ、なんかでも瑞希は毎回毎回その連絡をして、見るねっていう連絡をくださったりとかするのがすごく先輩方も嬉しいのでね、頑張ってこれからもなんかそういうこと、先輩方が喜んでくれることを引き継いでいけたらなって思います。はい、まあね、同期としてね、ずっと一緒だったじゃないですか。エリはどんな風に見えてましたかっていう質問があるんで質問が、どうだったか、ないもしかしていや、なんか本当に、なんか気持ちのまま生きてんなって思った。そうだね、すごくそれを隣で感じてた。不満があったら言うし嬉しかったら喜ぶし、ね、みたいな、もう本当に喜怒哀楽がそのまま出てたなって思う、でもなんか10代の時は本当にわがまますぎたけど、なんか20歳超えてくるとやっぱ周りも見えてくるようになるけん。そうだね、だからびっくりしたよ。やっぱ最初こう、私が一番出たいですみたいなのがこう目立つキャラだったじゃないですか、それなのにどん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 後輩を目立たせようとしてる姿っていうのをやっぱり裏での方がよく見るし、そうだね、そういうところに最初はギャップを感じた時もあったし
なんかでもそれがだんだん当たり前になってた姿も、うん、私はそのなんていうのかな、やっぱ毎日一緒にいると変化って分かりづらいと思うけど、うん、そういう部分がしっかりどん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 変化してったなっていう姿が見れたし、やっぱりすごくいいなって思うところが、やっぱ福岡出身だからか分かんないんだけど、うん、仲間意識が高いそう、なんか絶対溺れても助けてやるからみたいな雰囲気を感じるから、うん、何か私が困った時とかに、うん、なんかこう同期とかだけで、うん、話してたりとか、うん、するときに絶対に対応してくれるというか、うん、守ろうとしてくれる、助けようとしてくれるなって思ってたから、すごくなんか救われたなって思いますし、うん、なんかなんて言うんでしょう、2人同期がこうしていたから、うん、なんか長い間続けてこられたのかなっていうふうにも思いますね。卒業を、まあ、やってみたいこと、なんかやりたい、そんな辞めた日とか辞めた次の日とかにやりたいこと、一人旅は行ってみたい。行けないかな、うん、無理だと思う。めっちゃ近場にしようかな、海ほたるとかにしようかな海ほたる、いや、やめて、サービスエリアだからでも本当旅がしたい。それはさ、例えばだけど飛行機で行く場所なのか、新幹線で行けるのか、特急とかさ、何でもいい、何でもいいから、うん、とにかく遠くに行ってみたい、自然に触れたい、うんうんうん、あとはなんたら系ラーメンを食べたい。二郎系とかね、家系とかね、なんかすごい激しいじゃん。激しいね。そう、ああいうのを食べたことないから、うん、今でも食べれるよ。食べれるけど、うん、なんかやっぱ気にしちゃうじゃん、次の撮影がとかさ。なるほどね。そう、そういうので気にしちゃうから、うん、確かにね、やっぱそういうなんていうのかな、あんまり行けなかったところに行ってみたいなとか、うん、いっぱいある。いいねなんかこう海外とかここ行きたいとかある？海外も新しいところに触れてみたいなって思うし、行ったことない国？でもまずは高校生の時に一回フランスに行ったことがあるから、おうおうおう、また行ってみたいなとか。安いね。なんかとにかく行きたい、うんうんうん、そのなんか無知で行って無知で帰ってきてもいいから行くことに意味があるなって思ってるから、うんうん、私は何かどこかにこう飛び出したいなって、確かに、ね、思ってます。まあこれあれですけど、内輪になってしまうんですけど、モーニング娘。に残るメンバーとかハロープロジェクトのメンバーとかに残したい思いとかメッセージとか。でも私、うん、一応ハロプロリーダーいや笑いながらいいのよそうハロプロリーダーもさせてもらってて、うん、まあ、最近はねちょっとハロープロジェクトのコンサートっていうくくりでライブができなかったのが残念だなって思ったんですけど、それでもこう25周年迎えてみんなで1日2日とかでも会える時間があって嬉しかったなっていう風に思いますし、すごい私がそのハロプロリーダーになってから変わったことがあって、もっともっと他のグループのことを、メンバーのことを見たい、見ようって、なんか好きな部分とか世に送れる、なんていうのかな、このグループの素敵な部分とか、そういう部分をたくさん見つけたいなって思って、みんなのことをずっと見てたら本当に素敵だなって思って、うん、それを本人たちに伝えることができて、なんかよりみんなと仲良くなれたなっていう風に思えた、うん、思えた、仲良くなれたなって思えたことがすごく嬉しかったなって思いました。だからなんだろうな、私は結構思ったことパッて伝えに行くから、うんうんうん、なんか急に福村さんが言ってきたとか思うかもしれないんだけど、ね、そう、でも私はなんかそのメンバーのいいところとかになんか気づけてよかったなって思うし、うんうんうん、だからなんだろう、多分私が思ってる以上に話しかけにくい、うん、なんかさ、その私たちの立場的にその先輩だから話しかけにくいっていうのがあったかもしれないんだけど、これからもたくさん声かけてほしいなっていう風に思いますし、なんかメイクさんとかそういうこうちょっと離れた人たちからこうハロプロメンバーの話を聞くときに、ハロプロの子たちは本当にいつもいい子でって言ってもらえることがすごく誇りに思ってて、だからこそなんかこれからもいったお仕事で関わる人たちに、なんだろう、感謝の気持ち持ちながら、なんかハロープロジェクトってそうだよねって、この先30
30周年迎えても40周年迎えても行ってもらえるようなグループでありたいなっていうふうに思います。これからも愛を持って歌い続けてください。